フリーメイソンってロンドンタワーの近くにフリーメイソンショップがあってフリーメイソンに入りたい人はここで申し込みもできますしロンドンタワーの近くにさショップがあるんだよお土産ショップがあってそこでいくらでも入会できるって何かフナッシーのファンサイトみたいなな感じなんだよね。そういうコンビニで売ってる中でちょっとねいいなと思ったのがねあなたの知らない都市伝説の真実というやつでこれお買い得だよこれこれいいよ何かっていうとねこれ水上龍太郎が書いてんだここ,こ。こ で水上龍太郎って何かっていうと、まあ、都学会の主要メンバーなんだよね。で都学会っていうともうねネットの皆さんご存じとおり寄与方変があるなんせ俺が所属してた団体ぐらいだからこういう寄与方変あるんだけどもこのみなかみさんはね知識もあれば出力もあるっていうですねすごいバランスが取れたもう本当に都学会の4割打者みたいな人なんだ。あんまりね目立つ人じゃないから本当に知る人ぞ知るなんだけどその人がコンビニで500円で売ってる本を一冊丸まるまる 書いてくれてるものすごく面白くて中でもフリーメイソンの話がもうねこの水上さんねフリーメイソンが昔から大好きで <laughs>、えー、ロンドンまで行ってフリーメイソンの本部まで行ってきたというぐらい大好きなんでフリーメイソンがどんなに開かれた団体かっていうのをやってきてフリーメイソンのなんかフリーメイソンってロンドンタワーの近くにフリーメイソンショップがあって。 でフリーメイソンに入りたい人はここで申し込みもできますしロンドンのさロンドンタワーの近くにさショップがあるんだよ。<laughs> お土産ショップがあってそこでいくらでも入会できるって何かフなッシーのさ実は海外ではフリーメイソンっていうのはそこに行って腕時計買ってきてでフリーメイソンがなんかさ全てをコントロールしてる権力団体みたいによく日本の番組でさよく日本の番組って言ってもやりすぎ都市伝説だけなんだけどさ <laughs> 言うんだけどもそのフリーメイソンの のところで売ってるお土産のそのなんか腕時計っていうのが、皆神さんが喜んでロンドンで買ってきて、それをつけて、都学会の霊界に来たら、もう壊れてたっていう安物っぷりでさ。<laughs> <laughs> そんな団体が世界支配できるはずがねえよっていう。でそこに書いてるそのメイソンのメンバーの話が面白くて、アメリカはフリーメイソン大国なんだけどさ、今百三十万人以上メイソンがいると。えー、アメリカ人なら、えー、知り合いや親戚に一人や二人のメ,、えー、とメイソンがいるのは当たり前という状態 なんでそれが日本ではあんまりメジャーになってなかったのかっていうと実は日本が開国した時に明治政府とメイソンとの間でまあちょっと、えー、紳士協定が結ばれたこれは秘密約束でも何でもなくて当時の日本っていうのは保安条例があってだな集会とか結社に関してすごいね法的な規制があったんだつまり集会やるときは届けでやらなければいけないとかいろんなルールがあったんだよねところはフリーメイソンっていうのは存在そのものを秘密にするとかメイソンの会合を外で話してはいけないというルールがあるから明治政府の会合 の方針と真っ向から対立してるんだ。そのため明治政府とそのメイソンのトップのことで話し合いがあってで分かったとメイソン側は日本人と接触しないし日本人を加盟させないとで日本人への宣伝活動も行ないと。その代わり日本政府はメーソンの活動を暗黙に認めるという紳士協定があったとこの協定を結んだのが陸奥宗光とも大隈重信とも言われてる結構面白いこと書いてんだ、ね、よ。 もうねやりすぎ都市伝説、これ読めばいいんだよ。これ, <laughs> これ読んだらさあの百円札に昔だったなんか大熊敏信がとかいくらでもさふかしネタ作れるんだからさやればいいと思って、えー、日本人の名村の会員は現在でも、まあ、まあ閉ざされたってことはないんだけどあんまオープンにされてないから2,000人止まりなんで2,000人止まりっていうのはどんな人がいるのかっていったら「とある有名な整形外科医さん」って書いてあるんだけども、えー、都学会に有名な整形外科医って高須クリニックの院長だけだからさ <laughs> もう高須クリニックの院長 なんでそんなにじゃあ簡単にあのフリーメイソンになれ,、えー、となれるのかっていうとあのこれ面白くてフリーメイソンってさ勧誘とか宣伝を禁止してるんだって。だからフリーメイソンのな,んかなりたい場合はそのショップとかで簡単に申し込めるしお金さえあのいくつかのお金さえ払ったらすぐになれるんだけどもフリーメイソンの会にはねただそれを宣伝とかしないし勧誘もしないからフリーメイソンになりたい人はなり方がわからない。そんだけの 話らしいんだ,だからネットでもフリーメイソンになろうかなと思って調べてもなり方って多分書いてないはずだよ。 もしあの今検索して書いてる人がいたら「見つけた」って言ってちょっとあの後で URL 教えてくれよだからここに「見つけた」っていの書いてくれたらいいから速報で出すよ。ということでコンビで売ってるあなたも知らない都市伝説の真実が俺は割とおすすめでした岡田さんも入会したいとああさっきねエスワさんに聞いたら「岡田さんもし入るんだったらあのドワンゴは10万円までだったら出します」っていうふうに言われたんでえ10万円以内で入会金ができるんだったら俺は入ってでも入ったらねあのねあそうもう一つだね 日本人が、ね、フリーメイソンの,あのサークルに入れない理由はフリーメイソンのものすごく長い誓いの言葉を全部英語で暗証しなきゃいけないんだってでこれがバリアになってる自分が入ってるってことはあんまり言っちゃいけないらしいからああまあそこら辺がバリアになるかな英語で暗証はな,なんかちょっときついだろうな あとはね、これもねなんか一応ね今日ネタになるかなと思って <laughs> コンビニでね死ぬほど怖いトラウマテレビ漫画大全っていうのを買ったんだよでああ今日漫画一人漫画やわだから漫画の話に載ってればいいかなと思ったんだけどもね 漫画がもうね、これしか載ってないんだよね。この「鉄腕アトムの真のラストシーン」っていうですね <laughs> 割とどうでもいい手塚治虫の漫画の話が1個載ってるだけでですね残り全部はテレビドラマでこんなえぐいシーンがあったというそんなんだけだったんでこれは使いませんでした後悔しておりますおフリーメイソンの入会方法わかった教えて教えて <laughs> あ分かった書いてあるどっかのネットに「入会希望者のテレビフリーメイソンは世界最大最古の UI なので世界中のメンバーが一つの 組織体にあります3三年前の、えー、入会規則で、成人男子、法的に自由である。宗教、宗派は問わないが、社会的に受け入れられる信仰を持つこと。なんか信仰を持てないとダメなんだね。特定の宗教を持たない場合、自己として神もしくは崇高なる存在を信じてることが必要。俺は俺を信じてる。オッケーオッケーオッケー。あと、俺はアニメを信じてる。オッケーオッケーオッケー。二人の会員による推薦。高須委員長、してくれねえだろうな。<laughs> 定職、定収入がある。ないよ俺 <laughs> と。ロッジへ年会費を払う。友人知事にメイソンスがいない ロロッッジジを訪問すると。ロッジって確かトラウノモンにあってメンバーと知り合って交流して自分を推薦してくれる人を2人見つけろと。なれるもんなんだね。ありがとう。<laughs> いやさっきあの、高須院長ダメかって言ったのはねあの理由があって俺ねあの、えー、高須クリニックの高須院長とちょっとトラブったことがあってさそれ何かって言うと本当はトラブルじゃないんだ本当はいいはずだったんだけども。昔話っぽく語るのはなんだけど俺痩せてた頃あるじゃん。<laughs> <laughs> であのすごい痩せた時に、まあ、体重65キロぐらいになっちゃった時があったんだけども65キロの時ってささすがにさ顔がふけるんだよね、えー。痩せた次は美容整形しましょうというふうに言われて俺が面白いとじゃあ取材で行こう行こうというふうなことになって新潮社のなんだろうな仲介で高須クリニック行ったんだよで高須クリニック行ったらなんか顔写真で撮られてパソコンのすごいいいやつで顔拡大されて岡田さんの顔はここのところをリフトアップして純金の、えー、糸を入れてここの部分をリフトアップしてまあ 骨とか削らなくて大丈夫ですっていうふうに言われてパッパッパッとやられたらほらあっという間に30代前に見えますよってでもねなんかその結果出てきた顔が安物の若手芸人みたいな顔だったんだねおいえ俺入江あ入江だ空手家のね <laughs> 入江そっくりになったんだよ俺がこうをリフトアップしたらで俺にそれを勧めてる高須院長もよく見たら空手家の入江によく似てるんだよね <laughs> まあでも若返るっつうのはいいかなと思ってじゃあちょっと持って帰って考えさせてください1週間考えさせてくださいって言ったんだよで1週間考えて る間に高須院長はさものすごいもう彼好意で役員会開いてくれた役員会では何かっていうとこれ高須クリニックでやるに関しては岡田さんの手術っていうのは総額170万から240万かかるとこれをまあその新庁舎の仲介で無料ですると、まあ、言っちゃえばなんかすごいいい話はいい話なんだけどさあの整形手術とかで例えば有名人とかさ ななんかそういうい宣伝になる人だったら無料でやるって当たり前なことだっ思うじゃんでも実際そんなことがなくて向こう医療法人だからさ無料でやるなななんんんててケースなんてもう本当にないんだ,よだからそれを通すために高須院長はもう自分の病院であろうとも法人組織だからさいろんな人のオーケー取らなきゃいけないやったんだけども何でそんなの無料でやんなきゃいけないんだ,だ出版社の協力っていっても何でだ何でだっていうふうなことを散々説得して揉めに揉めて最後取締役会でもう激怒して「うるさい!」と「俺がやると言ったらやるんだ!」って言ってもう取締役会を 大反対の中岡田斗司夫を無料で整形手術するっていう決断を出した時に俺がその頃に俺がビビってやっぱりやめますって言ったもんだからさ <laughs> 高須委員長本当に怒ってさ怒って病院に入院したんだよで病院入院したって聞いて新重者の方から聞いて原因何ですかって言ったら岡田さんの一件で怒って入院したそうですって聞いて世の中に怒って入院する人っているんだ というわけでですね、もう俺はもう高須委員長の顔なんてもうさもう申し訳なくて見れないからさフリーメイソンの会にね、ね。今更推薦しててくれなななんて言えないよ、ね、あなんであの時にねビビっちゃったんだろうと思うんだ僕自分自身は例えば自分の家族であろうと何であろうと彼女であろうと何であろうと整形したいって言ったらあ全然 OK だよというような性格だし全然抵抗ないと思ったんだけど今いざ自分がやるっていうふうに考えると。 男が整形するのっっっっててだううだよよな思ちゃたんねで。その男が整形するのが嫌だっていうこの僕の中にある偏見みたいなものを、まあ、あの苦労して同意を取ったっていうのもあるんだけど高須院長はその部分を見て怒っただから僕に対する怒りっていうのは誤解でも何でもなくて、ね、正当なもんだと思うんだけどさそれは言っちゃえば整形手術に対する偏見みたいなもんだからみたいなもんじゃないの、ね。整形手術に対する偏見そのものだからさなんだけども。 やっぱりいまだにあの時の自分の決断は間違ってなかったんじゃねえのかな女の人が綺麗になろうっていうのはいいんだけど男が綺麗になるっていうのはでもだったら俺何で痩せようと思ったんだろうとかい,いろんな矛盾点が <laughs> そのうちこれはまあ自分で何とか考えるようにするよ。質問とかかでですすね、ね、意見とかです、ね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの この岡田敏夫ゼミっていうのは基本的にゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分で質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。